井口拓斗は、福岡県柳川市出身のレーシングドライバーである。愛称は、拓ィ。2000年に、レーシングカートを地元福岡で開始する。その後、徐々に頭角を表し始め、2004年に、地元地区シリーズでシリーズタイトルを獲得し、翌2005年には全日本カート選手権の FA クラスのシリーズチャンピオンに輝くとともに、鈴鹿で開催されているシック。 FIA アジアパシフィックカート選手権 ICA クラスにおいて3位表彰台を獲得した。またこの年はカートでの実績が評価されてフォーミュラトヨタレーシングスクールの受講が認められ見事スカラシップを獲得しレーシングドライバーとしての前途が開かれることになった。2006年及び2007年はトヨタ自動車の若手ドライバー育成プロジェクトである。 トヨタヤングドライバーズプログラムの契約選手として、フォーミュラトヨタフォーミュラチャレンジジャパンの2シリーズに参加し、2007年度は、両シリーズで勝利を挙げるなど、シリーズ上位の実績を残した。2008年には、全日本 F3 選手権とスーパー GT GT300 クラスの2カテゴリーにステップアップした。F3 にはトムスより、カルロ・バンダムとジュニアフォーミュラ時代からのライバルである。 国本慶悠と共に参戦。第1から2戦藤井ラウンドで2連勝した後、第3戦、オートポリスラウンドでも勝利を挙げていて、シリーズをリードする立場となっている。一方スーパー GT では、トヨタの若手育成プロジェクトとして、チーム竹内ウィズシフトより参戦した。ベテランの黒沢拓也とコンビを組み、マシンは、レクサスイズズ350を使用している。二千十三年からは、 GT300 のスバル BRZ で参戦する一方で2018年からはスバルのドライバーとしてニュルブルクリンク24時間レースなどに登場するありがとうございます